政治も面白い、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 政治。秋田ビジョンネクストスピンオフ、今回のテーマは若者チャレンジ応援事業。若者チャレンジ応援事業についてなんですけど、はい、あの僕お笑い芸人のネジっていうコンビをやってまして。おー、知ってますよ。 ありがとうございます。あのそれでお笑いで秋田をもっと盛り上げたいなと思ってて、はい、あそれについてちょっとアドバイス欲しいなと。アドバイス、ちょっと一個考えてるのが、はい、相方はの別の人に変えちゃおうかなと思ってまして。え、はい、え、なんかあの若さ欲しいっていうか勢い欲しいっていうか、うん、はい、いやそれはね、せっかく今まで2人でやってるわけですから、2人でやっていく方向で考えた方がいいと思いますけどね。そうですかね。そうだと思いますよ。そうだと思います。だってあいつね、はい、あのね20年一緒にいてね、はい、1回もネタ考えたことないんですよ。いやそれはね、佐々木さんのね面白さをね信頼してるんだと思いますよ。どうかな。そうだと思います。いや彼は彼でね、いいところあると思うんですよ。あります。ありますね。ありますかね。ありますよ。ほらだってほら、もう彼秋田弁上手じゃないですか。あとなんかコロコロして可愛いでしょ。可愛いです。可愛いですよ。可愛いか。そうだから、あの今のネジを残しつつ、まあ、第二のネジを育てるみたいなね、はあ、例えばだから、まあ、補助金を活用してネジさんがお笑いのフェスをやって、お笑いで秋田を盛り上げるみたいなことするとか。ああ、なるほどね、まあ、そうすることによって、まあ、秋田らしさも出ますし、何よりも地域活性化につながると思うんですよ。なるほど、まあ、だから瀬島さんはネジに必要だと思いますけどね。彼頑張るって言ってました。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 じゃあ瀬島でいっか。秋田ビジョンネクスト本編も見てけれない。